ハットフィールドや1897年撮影。ハットフィールド家とマッコイ家の争いは、主に1878年から1891年まで、アメリカ合衆国ウェストバージニア州とケンタッキー州に、それぞれ川を隔てて住んでいた、ハットフィールド家とマッコイ家の間で起こった、実際の構想。展示で、一般に対峙する相手との激しい争いを表す、引入表現となった。 この一家間の争いは、ビッグ、サンディー川支流、タグフォーク川沿いのウェストバージニア州とケンタッキー州の山奥で敵対する二つの一家を巻き込んだアパラチア版キャプレット家、モンタギュー家間構想として描かれている。タグフォーク川を隔てて、ハットフィールド家はウェストバージニア州側に、そしてマッコイ家はケンタッキー州側に住んでいた。 どちらの一家もタグ警告に最初に定住した先駆者たちの一部である。双方は製造業と密造酒の販売に携わっていた。またどちらも南北戦争時は南部連邦支持者のゲリラ活動に従事していたことが明らかとなっている。ハットフィールド家はその将軍から悪魔とも呼ばれたウィリアム・アンダーソン・デビル・アンス・ハットフィールドが率いており、マッコイ家は ランドルフ・オール・ラヌル・マッコイによって引きられていた。一家はどちらも富んだ土地と立派な社会的地位を獲得していた。ハットフィールド家はマッコイ家よりも裕福であり、政治上の良き縁故もあったが、両一家ともに申し分のない財産を所有していた。歴史学者のアルティーナ・イル・ウォーラーによれば、ハットフィールド家とマッコイ家の争いが始まった。 大きな発端は、1865年1月7日の朝ハーモン・マッコイの死であったという。ハーモン・マッコイはかつて北軍に参加しており、そのことでデビル・アンス・ハット・フィールドのおじにあたる、ジム・バンスと彼の周囲の人間がハーモンを嫌っていた。ハーモンはその後足を骨折したために、軍を除隊していた。いくかかたって彼は一度自宅へと帰ったが、後に近くの洞窟で殺害された。 というのがその行きさつである。伝承では、一日間の争いで最初に、暴力行為の実例が記録されたのは、1878年の1匹の豚の所有権をめぐる論争が起こった後のことだった。フロイド・ハット・フィールドがその豚を所持していたのだが、ランドルフ・マッコイはその豚が自分のものだと主張し始めた。しかし実際には、論争は土地、または 財産の境界線や土地の所有権をめぐるものであった。一方が豚が彼らの土地に入ってきていたのでその豚は自分たちのものだと確信するのに対し他方はそれに異議を唱えた。この事件は裁判沙汰にまで発展し両方の親族にあたるビルステートンの証言でマッコイ家が敗訴した。1880年6月証言台に立ったステートンは サム・マッコイとトッパリス・マッコイ兄弟によって殺害されてしまうが、このマッコイ家の兄弟は後に正当防衛を理由に釈放された。ロザンナ・マッコイがジョンシー・ハットフィールドと恋に落ち、ウェストバージニア州側のハットフィールド家と共に暮らすためにロザンナが家出をしたことから争いはエスカレートした。ロザンナは 結局、マッコイケに戻ったが、ロザンナとジョンシーが再び以前の関係に戻ろうとした際、マッコイケによってジョンシーは監禁されてしまう。彼は必死の思いで馬に乗り助けに来たロザンナによって救い出された。この時ロザンナは、デビル・アンス・ハットフィールドが救出部隊を組織したと注意を呼びかけた。こうしてロザンナは、愛するジョンシーのために、 自身の一家を裏切る行為までしたにもかかわらず、その後ジョンシーは妊娠したロザンナを捨て、代わりに、彼女のいとこであるナンシー・マッコイと1881年に結婚した。1882年に、デビル・アンス・ハットフィールドの兄弟であるエリソン・ハットフィールドが、ロザンナ・マッコイの三人の兄弟によって、刃物で26回も刺され銃でとどめを刺すという、容赦ない。 殺され方をした際に争いは激発した。エリソンを殺害した3人のマッコ池家の兄弟たちは、復讐が段階的に拡大するにつれ、順に殺されていった。1880年から1891年の間、争いは2つの一家を超えて、国中の新聞の見出しを飾る事件となり、この流血事件を沈めるために送られた多数の賞金稼ぎが失踪した後、 ケンタッキー州とウェストバージニア州政府が合衆国州兵を招集させられる事態にまで拡大した。その後ハットフィールド家の8人が拘束され、マッコイ家の女性であるアリフェアを殺害した罪でケンタッキー州へ連行されて裁判にかけられた。彼女は燃え盛る建物から逃げ出した後、ハットフィールド家の一団によって射殺された。訴状の提出期限や違法な逃亡犯引き渡しの 問題から事件はアメリカ合衆国最高裁判所までをも巻き込んだ。最終的に8人の男性はケンタッキー州で裁判にかけられ、全員有罪の判決が下された。そのうち7人は禁錮が言い渡され、1人が公開公死刑による死刑に処されることとなった。当時この処分は法律で禁じられていたが、一連の暴力行為を 集結させるための戒めとして下された判決と思われる。ケンタッキー州パイクビルで行われたこの公開公式刑には多くの見物人が訪れた。こうして一家の争いは1891年にひとまず終止符を打った。その後2003年6月14日、熾烈な争いは100年以上も前に集結していたにもかかわらず、 ハットフィールド家とマッコイ家の双方の末裔はパイクビルで停戦協定へ正式に署名した。通俗的な考えにおいてこのハットフィールド家とマッコイ家の争いは珍奇な表現やことわざ、ジョークにさえなった。マーク・トウェインの名作ハックルベリーフィンの冒険の中で描かれたグレンジャー・フォード家とシェファードソン家の間で繰り広げられる争いはこの一家の事例と一致しており、 またオ、オーヘンリー作の、地獄で敵に、に登場する、ハークネス家とフォルウェル家間での仇打ちも同様である。また、喜劇俳優バスター・キートンは、1923年の、喜劇作品、荒竹者キートンの中で、同様の争いを表現している。さらに、バックス・バニーやレント・スティンピー、弱虫・クルッパー、原始家族、フリント・ストーンなどのアニメでも、キャラクターが、 文字通り集中砲火を浴びせられるなど、この有名な争いを模している。1980年、テレビのクイズ番組、ファミリーフュードが、かつて争っていた2つの一家の子孫にあたる人物を招き、総合優勝したチームが、一家の争いの発端ともなった豚を獲得できるというルールで競争するという内容を放送した。無論ここでは、武器で争ったわけではなく、 同番組でおなじみのクイズコーナー、ファストマネーで戦ったのである。争いは、作家フィリス・レイノルズ・ネイラー作の自動書シリーズでも引用され、ザ・ボーイズ・スタート・ザ・ゴーでは、男の子と女の子が互いにからかい合う話が描かれている。この中で、男の子の名字は、ハット・フォードで、女の子の名前は、マロイ、と争っていた一家に似た名前であった。 また、アンリナルディ作のハイティーン向け歴史小説で、マッコイ家の末っ子であるファニー・マッコイが、語り手の、ザ・コフィン・キルトは、一家の構想を物語化したものである。このほか、パソコン用のリアルタイム戦略ゲームで、ルーピング・エムズ社開発、バリュー・ソフト社発売の、ハット・フィールドマッコイはこの一家の争いに、基づいたもので、プレイヤーは二つのうちどちらかの一家を操作して、 敵対する一家と対戦することができる。2012年にテレビミニシリーズ化された。ケビン・レイノルズ監督、ケビン・コスナーがアンス・ハット・フィールド役、ビル・パクストンがランドール・マッコイ役を演じた。当時のまま残されている、一家間が争っていた地域や史跡を見物するため、ウェストバージニア州とケンタッキー州の地方には、毎年多くの観光客が訪れる。 1993年には一家の末裔である大学生のボーマッコイがハットフィールド家とマッコイ家の子孫を集めた両家による再会の集いを計画した。加えてウェストバージニア州では2000年にレクリエーションなどを目的に作られた散策路であるハットフィールドマッコイトレールズがオープンし2002年には400マイルにまで拡張された。これは ハットフィールド家とマッコイ家の争いをテーマに創設されたものである。以下は翻訳元である英語版からの参考リンクである。